こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、はい、こちらテスラモデル3の方にアップデートが来たので、早速ね、アップデートの内容を見てみたいと思うんですけど、なんかいつもと違ってですね、アップデート終わった後にいきなりこんな画面が立ち上がりました。これどうもですね、キャビンカメラのデータ収集に関する許諾同意画面みたいですね。でこのモデル3に最初からですね、この見えるかな、このバックミラーのこの根元のところにですね、もともとカメラがついてるんですけど、これ今までね、有効になってなくて使われてなかったんですよね。それがいよいよですね、今回のアップデートで有効になるっていうことみたいですね。ちょっと文章を読むと、キャビンカメラ分析が有効になっている場合、車両衝突のような安全に関する重大なイベントに遭遇すると、キャビンカメラデータがテスラとの間で共有されます。このデータには短時間のキャビンカメラビデオクリップが含まれており、衝突回避機能の更新など今後の安全機能やソフトウェア強化のさらなる開発に役立てられますということで、多分ねこれから自動運転機能が強化されていくに従って、ドライバーがちゃんと前を向いて運転してるかどうかとかをね見ていくんじゃないかなと思うんですけど、あとはまあなんかドライバーがね急に具合が悪くなって倒れちゃったりとかね、気絶しちゃったりとかした場合も、もしかしたらこのカメラでテスラに情報が共有されるのかもしれないですね。ちょっとこの辺ね、使い道はよくわからないですけど、とりあえずね、こちら、ハイを選んで、送信したいと思うんですけど、これなんでしょうね、この各ドライブに問い合わせるっていうやつ。ちょっとこれ意味がわかんないんですけど、これは一応チェック外しときますか。で、これで送信します。はい、じゃあいつものようにリリースノートを見ていきたいと思います。はい、まずバージョンなんですけど、今回のアップデートで 2022.12.3.2 に上がりました。そしてこのナビデータのところに新しい記載が増えたんですけど、この BIX 情報提供元というところで JARTICBIX センターっていうのが出てきてます。そう、今回からですね、日本の BIX 情報ですね、あの渋滞の情報だと思うんですけど、それをね受信するようになったようで、渋滞回避能力がねこれでさらに上がるんじゃないかなと思います。はい、じゃあリリースノート見てみます。はい、一番最初ですね、ディズニープラスが来ました。テスラシアターにディズニープラスがサポートされるようになりましたということで、充電中なんかにね、今まで YouTube とか Netflix は見れたんですけど、それに加えてさらにディズニープラスもね見れるようになりました。これ日本にね来ないと思ってたんですけど、今回来てくれたんですね。で、私ね楽しみにしてたのが、スターウォーズの最新作でオビアンケノービってやつね、あれが新作で公開されるんですけど、映画で公開されるんじゃなくて、このディズニープラス独占配信のようだったので、ちょっとね入ろうかどうしようかな迷ってたんですよね。この機会にね加入しちゃおうかななんて思ってます。はい、そして次の変更ですけど、ナビゲーションルートの改善が入りました。ルート案内では車幅を考慮するようになりました。さらに BIX 道路交通情報通信システムを用いて交通情報を考慮したルート案内をするようになりました。はい、こちらがですね今回の目玉機能と私は思ってるんですけど、これ日本にだけ配布されたアップデートで、今までねこのテスラの地図って Google マップで解像度が綺麗なのはいいんですけど、ナビゲーションのルート設定が本当にダメダメで、この車の幅をね全く考慮してくれなくて、めちゃくちゃ狭い道案内してね、そのおかげでホイールガリっちゃったりする人が多いんですよ。それの改善を求める声がすごく多かったんですけど、今回ついにですねこのナビゲーションルートの改善が入ってくれました。で、こちらのナビゲーションルートに使われてる情報なんですけど、これはあの日本の最大手の地図会社であるあの前輪ですね、前輪から情報が提供されてるようで、これはかなりね日本の地図としては一番詳細なデータを持ってるところでしょうから、めちゃくちゃ期待できる機能ですよね。で、これでね車幅を考慮するようになって、とんでもなく狭い道なんかをね案内されるっていうところが減ってくれるといいんですけどね。はい、そして次の機能いきます。チャイルドロックの機能ですね。チャイルドロック今までもあったんですけど、今まではチャイルドロックのボタンを押すと、後ろのドアの両方がロックかかっちゃったんですけど、今回の変更で、右か左か両方か選べるようになったみたいですね。これもあのお子様がいる家庭にとっては、お子様が1人か2人か3人かね、その辺によって使い分けができるでしょうから、結構有効な機能なんじゃないでしょうか。そして次ですね、
モバイルアプリコントロールの追加ということで、ドックモードおよびキャンプモードは現在テスラアプリから有効にできます。この機能はアプリのバージョン 4.7.0 が必要ですということで、今までねドックモードキャンプモードはこの車のディスプレイでしか設定できなかったんですけど、アプリ上から設定できるようになったみたいですね。 で 4.7.0 の最新版になってるかどうかちょっとね自分のアプリ見てみたいと思うんですけど、一応 4.8.1 になってるのでもう有効化されてるみたいですね。じゃあちょっとねこのアプリで空調の画面見てみます。はい、エアコンの画面ですね。で、これ下のメニューを出すと、はい、ここにちゃんとね、追加されてます。今まではデフロスターだけだったんだけど、キャンプモードとドッグモードが有効になってます。で、こっから、例えばドッグモードをオンにすると、はい、エアコンがついて、はい、ちゃんとですね、ドッグモードがオンになってました。キャンプモードにしたら、はい、画面側もね、キャンプモードにちゃんとなりました。これいいですね。買い物してる間なんかにドッグモードにできるから、これは便利だと思います。はい、そして次ですね。テスラチュートリアルズというところですね。まあ、これは今までもあった機能なので、おそらく内容が最新版に更新されたっていうことなんじゃないかなと思います。はい、それから、新しい言語のサポートということで、これなんだろう。マハバって国ありましたっけ？っていう言語がサポートされたみたいです。で、2022.12.3.2 の変更はこれだけなんですけど、今回ですね、なんか2つ同時に降ってきたみたいで変更が。この2022.8、これもね、今回同時に来ましたね。で、じゃあこちらの方の内容を見てみると、はい、これ先ほどね、同意画面が出てきたキャビンカメラの機能ですね。まあ先ほどと同じ説明が書いてあるんですけど、中期でプライバシー保護のためキャビンカメラの画像及び動画は車両の便に関連付けられることはありませんということで、まあ一応ね、誰のデータかっていう個人情報は取らないよっていう風に書いてます。はい、そして次ですね、充電時間の推定ということで、車両がスーパーチャージャーまたはサードパーティーの急速充電器に接続されている場合、バッテリーパックの温度を考慮に入れることで、推定充電時間がより正確になりました。バッテリーのね、現在の温度を考慮して、充電が完了する時間をより細かく計算できるようになったっていうことですね。はい、そして次ですね、車両のプレコンディショニング。テスラアプリで車両のプレコンディショニングを設定したとき、ドアを開いてから最長で30分間有効な状態を維持するようになりました。これにより車内空調に影響を与えることなく簡単に荷物を詰め込めますということで、これはあれですね、スーパーチャージャーなんかを目的地に入れてプレコンディショニングが開始されるんですけど、その状態でドア開けてしまったら今までだとプレコンディショニング切れちゃったんでしょうね、きっとね。あんまりやったことないからわからないですけど、で今回の更新でドアを開けても30分間はプレコンディショニングが切れないよっていうことになったみたいです。アクティブ通話ということで、電話カードを非表示にしてナビの経路案内が隠れないようにすることが可能になりました。電話カードを再度表示するにはステータスバーにある電話アイコンをタップします。普段あんまりね車両から電話かけることないんですけど、ちょっと電話アイコンタップしてみましょうか。で、例えば117にかけてみます。午後6:30。はい、今ね、時報にかけたんですけど、電話のパッドがですね、この車両側の方に出てきて、地図の方を隠すことがなくなりましたよっていう変更みたいです。はい、じゃあ電話切ります。はい、そして、こちらのバージョンでも新しい言語のサポートが一つ追加されたっていうことです。アホジっていうのこれ。ちょっと読めないですけど。はい、リリースノート以上ですね。今ここでね、パッと試せる機能って、まあ、ディズニープラスは起動してみたいと思います。はい。シアターですね。はい。確かにディズニープラスちゃんとね、追加されてました。はい。で、これタップすると、はい。こんな感じでね、ディズニープラスが見れます。まだね、アカウント持ってないんで、この画面しか映らないですけど、月額990円ですよね。ちょっとね、スターウォーズ見るために入ろうかなと思ってます。はい。こんな感じでね、いろんなディズニーのタイトルが見れるようになってます。で、これやめるには×ですね。あとは、チャイルドロックの画面をちょっと見てみますと、はい、こちらですね。チャイルドロック今オフなんですけど、両方と左と右が選べるようになりました。あとはそうですね、ナビゲーションルートが改善されたかどうかって、ちょっと見た目じゃわかんないかもしれないんですけど、ちょっとね、ルート案内させてみましょうか。東京駅。
はい、こんな感じで今ちょっとね東京駅までのルートを設定してみたんですけど、まあさすがにこれはいろんなところを走ってみないとルート案内が改善されたかどうかっていうのはわからないですよね。で今ここにですね渋滞情報出てますけど、このオレンジ色のところと赤のところがですね渋滞度合いを表してるんですけど、これは前からあった機能で今回のVIXの情報を反映してるわけではないみたいです。VIXの渋滞情報が反映されるのはこのナビゲーションルートを設定する時の計算にね渋滞情報が使われてるみたいです。はい、というわけで今回はテスラモデル3の最新アップデートの内容を紹介しました。今回ね2つ分のバージョンがいっぺんに来て 2022.8 で、まあ、キャビンカメラが有効になってですね 12.3.1 でディズニープラスやナビゲーションルートの改善がやってきました。はい、こんな感じでですねほぼ毎月のようにアップデートが降ってきて、その度に改善されたり使いやすくなっていったり賢くなっていくこのテスラっていう車はねやっぱりまあ、これからの時代の車を予感させる機能をね先取りしてるんじゃないかなと思います。まあ、もうですねどんどん国産車やヨーロッパ車なんかもコネクティッドカーになっていってはいるので、まあテスラの機能にどんどん追いついてくるとは思うんですけど、それでもまだ今の時点ではオンラインアップデートで更新できる機能の範囲がですね、まあ、テスラはもうほぼほぼ制限がなく何でもできるんだけど、まあ、他の車はまだね限定された部分でしかオンラインアップデートはできてないというものが多いので、まだまだテスラの優位性はあるんじゃないかなと思ってます。はい、こんな感じでまたですね新しいアップデートが降ってきたら紹介してみたいと思います。この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。